彼のホスト人生を俺が壊して奪ったみたいな。九条蘭が、2月に入店するんですけど、カリスマでしたよね。ナンバーワンの方だったんで、本当にそうですね、ナンバーワンだった。でも本当にナンバーワンめちゃめちゃ取ってたり、いきなりもうやめるっていう形になって、でそこから会ってないっていう感じですね。それであと、九条蘭が、2月に入店するんですけど、九条蘭俺に憧れて当時のコンフォルトに入ってるんですよ。で俺が好きで俺についてきた、可愛がってた後輩の一人で、で、自分がホスト上がって、で美香さんも辞めるんやったら 俺も辞めるってなって移籍して、その移籍した店舗で凛と春とかと出会って、アナーキー立ち上げた時に来てくれたんですよ。でアナーキー入ってくれて、まあ右も左も分からないホストクラブの作り方とかやり方とか分からない中で移籍してくれて、でついてきてくれたんですけど、彼のホスト人生を俺が壊して奪ったみたいな。まあ、俺の未熟さとなんか軽率な発言によって彼を傷つけて、まあ信頼を失って、その2年目の年間ナンバーワンやった年やったんかな、その時にやめる、いきなりもうやめるっていう形になって、でそこから会ってないっていう感じですね。飛んじゃった感じですか。最後にまあ話にはならない話をして、でもうやめさせてもらいますみたいな、口頭で辞表を叩きつけたような形の流れでやめていったみたいな感じですね。5年ぶりに戻ってくるんで、ホスト業界のこともあんま離れすぎて分かってなかったんで。あ、5年間やられてなかったですね。そうなんですよ。あ、なるほど。でそこからまたホストやるわってなった上で代表がもう戻ってきてほしいみたいな、で美香さんももう変わったからとか言ってくれて、で代表会して昨日まあ1回目ご飯食べて、ちょっとわだかまりっていうか当時ので、それがなくなって、と俺的にはもうすごいなんかちょっとみそぎに近いような会食やったんですけど、なんかそうですね、ちょっとホッとしてるみたいなとこはあるっすね。彼がどう今の自分に対して思ってるかも怖いぐらい分かんなかったんで。昨日でわだかまりは取れたと思うんですけど、はい、まだ不安なとこはあるんですか。なんかわだかまりが解けたっていうか、そんななんか軽いものではないかもしれないですね、その1回のやっぱり、やってしまったものっていうか、失敗っていうんですかね、そういうものって取り返しはつかないじゃないですか。それの一つですね、その彼は俺にとって。そんな彼が見つかると思います。
my mind a lot. Don't need no time. I don't know how I got. You know my mind a lot. 今日から何時までお願いします。あ、噂のよろしくお願いします。お願いします。OMW on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. 本当に明るいとこはやるんですよ。暗いとこだったら全然わかりました。何年ぶりにアナキンに戻ってこられたんですか。5年、6年ぶりだと思います。おえ、予測とかなしでゼロから。あ、ゼロからです。これ撮ってる感じなんですか。はい。よろしくお願いします。お願いします。何でも使われますよ。本当に。ラテオ茶があって、あーで、まあでもまだ使えるらしいな。補修をやるみたいな。補修やるみたいな。どこかどこ行って。ちょっと飲んでいいんすかこれ。おい、秩序が乱れるぞ。補修受けるのは何年ぶりぐらいですか。ほんまに。タロさんもやってたんで、僕もいいっすよね。ホスト始めて以来ですね。いったい10年前ぐらいですか。いや、そうだと思います、本当に。ランさんはこういうなんか、はい、講習とかを してた側ですか、どっちかっていうと。そうですね、多分だいぶ前にしてて、あとは他の後輩の子たちが、はい、してくれてたと思います。これも任せてた側。そうですね。お願いします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 。あ、お願いします。お願いします。ただ履歴職兼ねてちょっとあの太郎ってやつと、はい、主任、僕らの主任なんで、はい、ちょっと一緒に雑談しながら。はい、かしこまりました。お願いします。じゃあ、ビッチッとですね。はい。あ、ちょっと、ビッチッと。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。OMW, on my way to you. Good at what I do.確認事項みたいな感じで。あ、お願いします。で、まあ基本的にはうちのあ、ある。あ、送ったんで。あ、了解です。その日の15時、15時から先着順。だからもう何なら15時1分とかで、はい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 、上使いです。上げて、いやもうごめん15時ちょうどにもう4つ待ったから、そういうことね、もうちょっとその日できないです。はい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 。っていう感じで15時からの先着順っていう感じになります。なるほど。はい。まあめったにそんなのないんですけど。はい。はい、で、あの初回だけはあの例えば春さんとかに、あ、何分から、例えば今9時から、はい、B1 2名。初回ですみたいな感じで言われる。はいはいはい。なんでその時にまあ一応、まあ、みんなアラームセットしてっていう感じでやってます。わかりました。で、今日も多分初回2年ぐらいかな。で、一応初回の付き方なんですけど、まあなんか内勤さんとか付け回しが別に剥がすっていうのをやってなくて、次の人が来たとか。そうそう。あ、じゃあ変わってない。あ、前と一緒です。はい。あ、じゃあそう、付け回しに関しては、うん、幹部補佐以外は付け回しはあります。で、幹部以上が付け回し自由で、で、偏りがある場合はちょっと運営陣がちょっとあの精査をするみたいな感じで、比較的めちゃくちゃ自由な方かもしれないですね。大丈夫だと思う。うん。なんか逆に、まあ、聞いて、こう、まだアップなんですかね、わかるんですか。そうですね、今のところは大丈夫だと思うんで、はい、まあ、わからないことがあったら、はい、そっちの方が多分、はい、ちょっと思います。はい、わかりました。じゃあちょっと、今からじゃあ、ワタルプレイングマネージャー、ワタルプレイングマネージャー、キャッシュアップでお願いします。あとは、まあ、どこに何があって、はい、あ、ちょっと、はい、一緒に置きながら、はい、お願いします。わかんないよな、うん、
で、まあ、僕ヒデって言うんですけど、はい、ハローと言いまして、あ、はい、はい、お願いします。あ、もちろん、はい、福島さん、あ、いや、全然、はい、マジでその福島さんです。はい、そうですよね。そんなめっちゃ数字持ってるわけじゃないです。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。やっぱ話した内容で未だに罪悪感に駆られてることがあるんですけど、その辞めた後の話とかも話して、やっぱりいろんな仕事してきたんですけど、ホストっていう仕事でしかアドレナリンというか、こう熱くなるものはなかったですねって言われたんですよ。まあ、それはすごい今の俺には刺されましたよね。それを奪ったようなものですから。だから、まあ、そんな彼が戻ってきた時にアドレナリンが出るっていうか、高揚感の得れるようなプレイヤーになんとかサポートして、そういうもう一回プレイヤー人生を歩んでくれる中でサポートしたい思いがあるって感じですかね。まさかの、いや、めっちゃ猫かぶね。猫って今ね、研修受けてる。もっとちゃんと座りながらめっちゃ帰ってきたな。変わってないです。全く変わってないですね。彼がね、売れ直すとこを見守りたい思いでいっぱいですね。酔っ払ったら変わるとか、そういうタイプの人ですか？俺と全く一緒でお酒飲めないんですよ。そうなんですよ。だから多分ノーアルベースも、多分お酒飲んじゃったら多分倒れちゃうぐらい、お酒がダメな子で、現役の時も確か俺の席でもお酒は飲んでないですね。ノンアルカクテル飲めましたね。それも言うてこよ。ランさ、はい、さ、お酒飲めへんやん。飲めない。俺と同じノンアルカクテル頼む。三河さんと同じのやったら飲みやすいと思う。あ、本当ですか。なあ、ランさん喜ばれてさ、飲んだら食べる。そうなんです。それやったら多分飲みやすいと思う。あ、わかります。違うよ。これで取れるんですか？久しぶりだな。いける？これいけてる？いけたな。あいつ触れてない。触れてない。大丈夫だから。いや、みんな大人になるよ。大人になる。なるよ。俺とハルくんとコウヤ、あとはさ前の店、はい、そのアナラキ立ち上げる前に僕ら一緒に働いてたんですよ。ランさんと一緒に働いてて、まあ、アナラキできるよって声がかかって、そのタイミングでこっそりみんなで抜けてアナラキ入ったって感じなんですけど、うん、その前の店ではオトヤもランさんのチーム、おー、俺とハルくんとオトヤ
はランチームだったんで。へぇー、あららぎこらららららえぇーラン、そうだよ、あ、へぇー、たどたどしいラン、そうですね、不思議な感じ、不思議な感じだな、全然不思議な感じ。何を言ってるんだ、私何を言ってるんだ、この人は一緒に何を言ってるんだ何を言ってるんだ、全然まず名前を覚えるのが大変で、うん、従業員の人、まあね、あ、いらっしゃい、いただきます、紹介、はい、6年ぶりの6年ぶりの遅い、これみんなに怒ってる、どこが初回か分かんないです、あ、A4 です A4、 もう正面正面、まずいただきます、あ、俺が待ってたら抜けてくるんで、あ、なるほど、熱かけてきた、あ、ごめんごめん、分かんなくて目の前で待つもんだと思って一回一回行って待つ、そう、一回声かけないとタイミング、あ、違うね、ちょっと名刺がまだ届いてない、申し訳ない、すみません、なんて言います、すみません、すみません、今日入店みたいな感じなんですけど、ね、あ、本当ですか、僕5年ぶりに戻ってきて、そうです、そうなんですよ、なので5年ぶりの初回でめちゃくちゃ緊張してます、こっちって座
座っても大丈夫です。横座っすいません。あ、ホストクラブ初めて。そう、ホストクラブ初めて。いいですね。カリスマでしたよね。ナンバーワンの方だったんで、本当に。ナンバーワン。いや、本当にナンバーワンめちゃめちゃ取ってたり。復活を見れたんで本当に嬉しかった。本当に当時から変わってるってことがあります。あんま見た目は変わりましたけど中身とかは変わってないと思うんで、はい、やっぱもうカリスマオーラは変わらずですねっていうのが感じましたね。今日も見た目はどんな感じだった。見た目ほど髪なかったですよ当時は。ランさんはもう同じぐらいな。あ、俺ももっと長かったですよ。あ、そうか。本当にランさんも髪長くて当時は私人高くてスラッとしててもうその時もすごかったですけども今もねまた、はい、ね、そんな感じですもんね。なんかでもリキリキはい通算はこうやって。いやいや全然先輩です。ランさんの先輩です。はい、ランさんがオープニングなんで、まあ、言ってもその後 3,4 ヶ月後に入ったんで。でもランさんはそれ以前からもっとやってたんでもちろん、うん、はい、俺はもうアナーキ初なんで、まあ、歴史的に言っても全然先輩です。大先輩もうすごい感動しました。よかったです。そうですね、ちょっと感化されて頑張らなきゃですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一番最初のコントはコントって何を歌いに行ったらこうだったから。いらっしゃいませ。She likes to change with the seasons. She likes to change with the seasons. Be myself and I bring.もう前の箱、あのアビリティがあった時の、あの時にそう持った。6年前、5年前、それぐらいだと思います。最初の箱ですもんね。僕初回めっちゃおもろかったです。心配からずっと見てたよ。ただ立ってたな。入りどうしようみたいな感じで。そりゃそうやった。ちなみに俺もプレイヤー復帰した時、めっちゃ地蔵をかましてるから大丈夫やで、ね。めっちゃ可愛かった。ずっとなあの目で追ってる。ランのこと結構過保護になってもうてさだいぶ変わったやろ。俺も変わりましたね。でももうねプレイヤーやってくれるってことは当時のギラギラがまた見れるとは。去年まあまあギラついたやんで。あ、ほんまほんまちょ、ほんますごかったっすよ。いや、もう全然大丈夫だろ。いや、またな。一生お客さんご来店ですって言っててほしい。で、スーツのメガネとかでももう、ミカドさんなんですか？なるほど。どうしよう、つけますって。そう。大丈夫です。5分ぐらいとかだけ。大丈夫です。まあ、つかないと失礼になりますね。指名じゃないとっていう断り方でいっちゃう。いや、もう、もし、あれやったらつけます。はい。なかなかなくてですね、立場上ね、なんか頼むからカメラを無線通してくれ。
俺こうなってたの。なってたよ。もう撮ってねえよ、ずっとこれで。まあ、じゃあそれもネタにしたいやん。そんな上つけんやん。ちょ、つけてよ。え、じゃあなんかさ、もうちょいさ、今の、この辺ちゃう？ちょちょ、どの辺？この辺？この辺。痛くない？全然痛ないわ。痛ないねん。その辺こう、あーもう恥ずかしい。恥ずかしいな。ネクタイピンのね、まず付け方から覚えような。うん、そういうね、